はい、実況させてもらってますシロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、ゲームボーイですね、ゲームボーイの、レッドアリーマーというねゲームをね、やっていきたいと思います。このゲームですね、魔界村のね、に出てくるねレッドアリーマーが主人公のね、アクション RPG ですねになってますね、こちらの作品ね。はい、実はねレッドアリーマーもね、魔界村の世界でねアーサーと出会う前はねすごいいろんな苦労をされてたということでね、はい、そういうね、魔界村の前の時の前の話でね、レッドアリーマーのね苦労話がねこれゲームになってるというね、そういう感じですね、こちらね。はい、ゲームボーイのねカプコンの作品第1弾にもなってますね。はい、じゃあこちらやっていきます。これね、結構、あれなんですよ。難易度高いんですよね。こういう感じでね、ロープレイになってるんですよね。謎の軍団が突然魔界を攻撃。魔界王も、グフ。死んでるんですね、これね。奴らはとてつもなく強い。ここへ来る途中も奴らに気をつけろ。ってね、仲間が次々ね、やられて死んでいくわけですね、これね。うん。レッドアリーマーよ。魔界へ戻ってくれ。早くしないと、奴らが魔界を通じる地獄門の扉を閉じてしまう。早く、ガクッってね、死んでいくんですよね。仲間が次々とね。で、これでまあ、レッドアリーマーがね、立ちはだかってね、この、魔界の敵どもをね、蹴散らそうとするわけですよ、これでね。これ一面、ステージ1のスタートですね、これね。オープニングステージみたいなもんですね、これね。はい。久しぶりなんでね、クリアできるかどうかちょっとわからないですよ。この面もいきなり、もう一面から結構難しいんだよね、難易度がね。はい。これね、飛んでる時間も限られてるんですよね。これホバリングできるんですけどね。はい。限られてますんでね。すごい久しぶりなんでね。ものすごい久しぶりなんで。どうかな?いけるかな?もう慎重に行きましょう、慎重にね。普通に難しいんだよ、これね。うん。ああ、そうやったな。こんなんやったな。こんなんやったわ。ああ、しまった。食らった。これ2回食らったら死ぬんですよね、これ。一発今食らってしまったんで、あと一発食らったら死んでしまうんですよ。注意しないといけないですね。あ、でも回復ある。よかったよかった。これでまあ回復ですね。今食らった分はね。これね、レッドアリーマーってね、2も出てるんですよ。あ、こいつ。うわ、こうびっくりした。カニみたいな変なやついたね。あ、やばい、食らった。2も出てるんですよ。2はファミコンなんですけどね。2ファミコンで出てるんですよね。これはもう、こう飛んでった方がいいな。嫌なやついるな。よし。よし。危ね。怖いな、ほんまに。あと一発って食らったら死んじゃうんだよ、こっちね。何やったっけ?あ、これは危ないな。レッドアリーマー2はファミコンなんですよ。ほんでね、レッドアリーマー3というかね、3作目も出てるんですけど、それはね、スーパーファミコンなんですよね。はい。何やったかな?デモンブレイゾンやったかな?デモンブレイゾンってタイトルでね、3作目も出てますね。はい。それも同じくね、3作ともね、ロープレイですね。アクションロープレイになってますね。結構いけるもんですね。あ、回復あった。回復。よし。ここ出ないな。もうそろそろボスですね。これボス戦ですね。これ確かね。倒せるかな。おお、来た。びっくりした。
出てくる位置によってね、あれなんですよ、強敵な時があるんで、危ね。ちょっとこれは怖い。あ、これはもう、こっちから避けた方がいい。うわ、いや、これは厳しい。これは厳しい。一回逃げよう。もう出てくる位置によって逃げられない時があるんで。やばいやばい。これやばい。あ、危ね。あ、これは生きいいな。いいパターンや、これ。はい、倒した。一発で行きましたね。はい。いけるもんですね。めっちゃ久しぶりにやったんですけど、7、8年ぶりぐらいに。一面クリアですね、これで。はい。全然弱いですけどね。まあ、こういう感じなんですよね、雑魚戦はね。あ、しまった。これでクリアですね。どうやったっけね、どうやって倒せないったかな、こいつは。こっちからか。こっちからやね。おっと、危ね。あ、これも向こうから回らなあかんか。はい、クリアですね。雑魚やね。これですね。三魚禅みたいなやつか。おっと、これは強そう。これは強いわ。これ強い敵やね。こいつら弱いけどね。さっきの半魚禅は強いな。一発で死んだもんね。ヒットポイント残ってたのにね。はい。ああ、よう敵出るな。まあ、こいつら嫌や。強いやつやんか、こいつら。硬っ。硬いな、こいつ。おー、まあ、経験値がでも違うのかな。強いのに。あ、またか。またか、こいつら。怖っ。はい。あれ？まだいるんかい？あ、クリアした。この顔はね、さっきのね、ジャンプ力が高くなる。高くならないとクリアできないぐらいの難しい面なんで、ここはね、ここは難しいんですよ。結構ね。結構難関ステージですよ、これはね。結構難しいですよ、ここは。ここ結構トラップが多いんですよね、この面ね。ここギリギリや。あ、ここちゃう。あ、これ盾持ってる、今度。後ろからじゃないと倒せないやつだ。あ、しもた。やばいやばい。あれ、当てないな。なかなか当てられないな。あれ。こいつは厄介やな、結構思ったよりな。やっぱり敵強くなってるよね。あかん、やばい。あかん、倒しにくいな、こいつ。あかんな。あっち側回ってもあれやもんな。ああ、やられた。これ強いわ。またこいつらか。ああ、これ弱いやつや。このゲームちなみに逃げれないですからね、戦闘はね。ああ、しもた。無駄にダメージ受けてもうた。
あ、またこいつらか。あ、しもた。こいつら強いな。これはちょっと思ったより厄介な、この時は。こういくしかないな。あ、消えた、一人。消えるんや。この方法しか倒す方法ないな。あ、重なってたのか。あー、こいつらか。なんで飛ぶねん、今。飛ばんで、時に。こいつら嫌やな。厄介やな。昔はでも簡単に倒してたんですけどね、これぐらいね。今は手こずりますね、やっぱりね。今やると手こずりますよ。いい、倒した。こいつらなんや。これ弱いな、これは。まあこれね、結構難しい面やった気がするな、このタワーね。結構大変な面やったと思うよ、ここは。クリアしたことありますけどね、この面はね。このゲーム自体はね、クリアしてないんですよ、僕ね。挫折してんですよね。音楽いいですけどね。この曲好きですけどね。あー、やばいやばいやばい。びっくりした。こっちなんかあったっけ？あ、アイテムある。これ取った方がいいな。この上なんかあるんかな？あー、やばいやばいやばい。勝手に死んでくれるんや、でもあれ。あ、これ取れるかな。あ、ちょっと無理やな。届かないな。あれ、1アップやと思うんですけど。届かないわ。届かない。届かないな。絶対無理やな。ジャンプ力が、あれ上がったのにな。ジャンプ力上がったのね。それでも届かないってことは、もっと高いジャンプ力がいるね。あ、しもた。食らってもうたかな、これ。無駄に。でも、ジャンプで受けるしかないですからね、この球は。うまいわ。嫌なやつやな。おっと。これこっち来てるな。これしょうがないな、こうやって倒すしか。嫌なとこにいるな、これ。うわ、下にもいる。はい。もうこれ取れる。あ、そうか、これ乗ってくるね。危ね。あ、これ取れる。これは取れる。でも、弱いんちゃうの、これ。ああ、そういうことか。戻るわけか。そういうことか。あ、そうか。今のこれって、そうやって取るんやな、これ。あそこから飛び降りて取るってことや。飛べれて取らなかんのか、あのジャップは。あれ出てこないぞ、はい、厄介やな。あ、
住んだ方がいいよね。あ、やばい、危ね。なんでさっき俺止まってたんや、お前。びっくりしたやんか。もう一応前期取るか。もう一回回らなあかんけど。ああ、しもった。角に食らった。くそ、残機取りに行こう言ってて死んでたら何でもならんやんけ。このゲームね、角に当たってしまうんですよね。当たりたくなくてもね、当たるときあるんですよ、角にね。結構強かったイメージがあるんですよね。これね、角に当たらないように気をつけなあかんな。よし。もうそのまま行こう。もうそのまま行った方がいい。あんな取ってたら、キリがないかな。これどういくんやったっけな。あ、いけるな、全然。あ、しまった。そう、角に当たるんですよね、これ。完全に角に当たってしまうんですよ。しもった。そうか、飛んでくんねんな、あいつな。うわ、死んでもた。難しい。これ、コンテナできたっけな。またこれ行かなあかんねんな。そういうことか。まあまあ、街から、やられたら街から始まるっていうパターンがね、まあ、ロープレならではのね、パターンですね。やっぱ難しいなぁ、やっぱレッドアリマーは。やっぱその代わり。逆いけるかな。逆は、いけるか。なんとかいけるか。あ、しもた。何しとんねん、おい。これでもう戻ったからいいんやけどさ。あ、こっからなるんや、そうか。スタート地点、あ、そう、逆の場合は逆の最初スタート地点からなるわけか。やばい。危ない。ちょっと早かったわ、今。危なかった。結局あれやんね、残機をさ、増やしに、じゃあ、これで、もしダメだったらやめますけど、とりあえずこれで、もう一回やってみますね。ダメだったらやめますわ。はい。だからこの面はね、結構イメージとしては難しいイメージがあったんですよね。めっちゃいかんほうがいいな。目が落ちてくるから。へいへい。うぜえな、この虫。はい。はいはい。はいはい。こいつも、あら、何あいつ。絡まっとんじゃない？なんか知らんけど。
ラグやね、これね。おお、来るんかい、こっちに。びっくりしたわ。行った方がいいな。うん。この状態で、すぐにこう、行った方がいい。もう、なるべくなんか当たらんようにじゃなあかんね、こういうのにね。余計なものにね。よいしょ。ダメージ受けるからね、余計なもの当たったら。よいしょ。これはあれかな。こっからこうやって倒した方がいいね。やばい。ああ、くそ。くそ、今のは、はめられたって感じやな。ああ、あんな嫌なとこにもいるな。すげえ嫌なとこにいるな、あれ。よいしょ。ああ、これ届くか。あ、届くな。よしよしよし。いけたいけた。こっち捕まって、こっちね。やばいやばい。ああ、しもた。難しいな。ここどこや？あ、こっからか。よし。結構難しいな、やっぱりな。さすがにな。よいしょ。危ね。危ね。怖いな。これはどういくんやろ。こっち飛んで。ああ、そうか。挟まれるからな。ということは、ここに捕まるってことや。ああ、怖っ。ギリギリやな、これ。で、ここやな。で、こういうことやな。あれ、ボスやな、確か。これ、ボスやったと思うんですよね、これ。倒せるかな。違ったかな、これ。ボスやったような気がするんだけど。ああ、やっぱそうや。うお、怖っ。うわ、これ、厳しいわ。1個潰した。1個潰したね。ここ、うわ、これは、やりにくいな、俺。これはやりにくい。あー、しもた。これは難しい。予想以上に難しい、これは。しかも、こっからかよ。こっからかよ。4つも潰さなあかんの、あれ。厳しいなぁ。4つも潰さなあかんのかい、敵を。敵っつうか。あの変な砲台みたいな。うお、怖っ。あ、でも食らってたか。食らってたな。あー、くそ。このパターン食らおうと思った。これ捕まるところによってはね、もう当たるしかないような時があるんですよね。さっきの場合はね、あれはもう当たるしかなかった。取り方が悪かった。捕まり方が悪かったな、あれは。あ、やばい。いや、やばい。あー、くそ。ちょっとこれ無理かな。クリアするのはちょっと厳しいな。かなり厳しい。あ、やばい。くそ。あかん、ボンミスが目立つ。あ、やっぱり、さっきの、あれ、残機やったんやね。闇の力ってね。あ、じゃあ、こっち行ったらあかんやん。こっちやんか。やっぱ難しいな、この面は。8年ぶりじゃ無理ですね。昔クリアしましたけど、この面は。8
8年ぶりにやるぐらいのあれじゃ無理ですわ。うん、名前ステージじゃないですよ。あ、やばい。危ない。危ない。うお。危な。くそ。でも食らってしまったな、今。危ね。危なかったな、今ちょっと。これはでもね、ここから行こう。これが一番最初倒しやすいやつなんで。やばいやばいやばい。今ちょっと斜めに飛ばせるかな。そんな時もあるんや。がいいのかな。ちょっとこれは厳しいね。こっちから、うわやばい。やばい。硬いなぁ。あと一発ぐらいかな、こいつは。まだ生きてるなぁ。問題はこの下やな。こいつや。こうやって倒さなあかんねんな。あぶね。やばいやばいやばい。あー、くそ。いやー、強いわ。これは厳しいわ。もうちょっとやったけどな。せめて、さっきのはね、ノーダメージでボスまで行かないと、行ってたらいけたかもしれんね。今のはね。一発食らってる状態で戦ったからな。だから厳しかったよ。やっぱノーダメでいかないかんよね、ボスまで。ノーダメでいってたらいけてると。あ、やばい！くそ、もう！回復しないからね、これ。こいつから倒そうかな、一番難しいやつから。そうすればいけそうな気がするよね。あ、当たらんかったね。これこうやって、あ、ちょっと低いのか。こういうことか。あ、でも無理やな。やっぱ上から行こう。難しいわ。思ったより難しい。やばいやばい、危ね。なんか、乳首みたいやね。乳首なんかね、乳首が、あー、くそー、もう。無理ですね、これ。はい。はい、じゃあこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。